ばんは。こんばんは。はい、カモンマテリアル。はい、マテリアルの大阪部五郎です。カモイの日浦です。よろしくお願いします。はい。はい。スパイダーマン、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 スパイダーマン。早止めて。早止めて。早止めて。なぜスパイダーマンの T シャツを着てるんですか、うん、高橋さんに対抗して。あ、なるほどなるほど。最近なんかの映画のやつをよく着てきたはるでしょ、はい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 、でなんか映画のキャラかなんか入ったやつにしようかなと思って家でふーって考えた時に、まあ、あの吉尾のやつもいいんですけど、はいはい、パッて見たらこれがあったから、そうそう、ユニバで買ったスパイダーマンそうそうと思って嬉しがってちょっと歌ってみました。はい、はい、早止めてと思いながら、はい、はい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 、いや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 、でもあれですよね、今日が、はい、9月18日ですね、はいはい、なんともう9月も半ば過ぎちゃいましたよ。そうですよ、びっくりですよ。もうだってあと3ヶ月ないんですよ。3ヶ月か、はい、3ヶ月半、そうですね、びっくりよね。そうですよ、あっちゅう間ですよ、本当に、ね、一気にまあね、うん、ちょっと暑さも和らいできたんですけどね。それはいいんですけど、うん、やっぱりね、なんか早いですね。いやちょっと本当に今年何もできなかった感がすごい。うん、そうですね。やばいっすよね、なんかね、本当に。はいはい、いやだから、まあ、でもね、いろいろその気になることというか、その、うん、その中でやってきた、はいはい、まあ前から言ってますけど、走るイベントやったじゃないですか。うんうんうん、まあ、あれの走るイベント、まあイベントはいいんですけど。うん、まあ、イベントのために自分で走るやんと。ああ、なるほどなるほど。はい。未だに続いてるんですよね。うん、ずっと毎日走れてるんで、ほうほうほう、やっぱり効果が出てくるんで、うん、あ、それ楽しいね。出てくるとやっぱ楽しいもんね。楽しいというか、こうやりがいは出てきますよね。まずやっぱ体重がなかなかね、はい、こう増減はするんですけど、うん、なかなかこう安定しないっていうか、それはあるんですけど、まあ、最初やっぱ思ったのが2週間経った時に、うん、やっぱ歩く足が軽くなったっていう。あ、なるほどな。なるほどな、そうやんね、そうやね、わかるわかる。で、まあ汗かくんで、うん、多分その、まあ、顔洗ってる時に、まあ、肌触りが良くなったとか、うんうん、そんなのが出てきて、じゃあ1月後ぐらいやっと80キロを切ったと。おお、なるほど。やっぱりちょっと80キロあったん。83キロありましたよ。マジで、うん、全然見えへんけどねもう腹むっちゃ出てました、ね、あ、そっか、そうなんや。それがやっぱ80切ったら、お、すげえって思いましたね。いや、思うよね、確かに、ね、思いました。運動やっぱりね、やるべきやなと思いましたし、ある程度、ね、あんまり無理したらね、やっぱりちょっと故障しちゃうのであれなんですけど、やっぱりいいなっていうのは。俺とりあえず気温がだいぶ下がってきたんで、はい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 、ちょっと走れるかなってやっと思い始めてるんですけど。まあね、うん、最初はもうほんまに歩きでもいいんで、うんうん、歩く、ちょっと早歩きかなんかしていくと、ね、実はね、あれなんですよ、男の人は運動生理学的に言うと、有酸素運動をやっても体脂肪は燃えないらしいんですよね。あ、ほう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 。実はだからその時間かかるんですよ、はいはい、ああ、体重落ちる。そう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 、はい、でもう一つ言うと、体重はあまり当てにしない方がいいんですよね。筋肉になったら、そう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 、だから筋、はい、最終的に大きい筋肉を筋トレする方が早いんですよ。ダウンサイジング、はいはいはい、だから例えば変な話で、もうものすごい分かりやすいので、はい、小指のこの筋肉をこうやって1000回動かしても、はい、そんな大したカロリー消費しないじゃないですか、はいはいはい、多分すごいカロリー消費する前に指つりますよねで それと、はい、この膝からこのおへそまでの360度の体幹の筋肉を使ったら、はいはい、1回やるだけで小指の何千倍ですから。ほう、だからここの体幹のトレーニングをしっかり、はいはい、前にちらっと言いましたけど、スクワットをね、はいはいはい、しっかり正しい姿勢でやるとかっていうのをやった方が、実は脂肪燃焼率は高くなるんですよ。ほうほうほう。だからランニングは脊柱起立筋とか、その歩行に必要な筋肉って100やつあるんですけど、はいはい、そういう筋肉をまんべんなく使うっていう意味ではすごくいいんですけど、なるほど、はいはい、ただその全部の筋肉って言うたら、視神経とか、はい、目の筋肉も全部含めての話やから、だからそういう細かい筋肉よりは大きい筋肉をたくさん酷使してあげる方が、脂肪燃焼度というか、エネルギー の燃焼度は高くなる。理論上はね、理論上はね、はいはいはい、うん、
そうなんです、うんうんうんまあ、そんなことをあの理論的に分かってるくせにやらないのが俺なんですけど、ね、やらずに酒飲んでるからはいっていう感じなんですけど、はいはいはい、まあちょっと、年内中にはなんとか、もうちょっと落としたいなと思ってるんですけど、はいはい、と言いながらこれ終わってからまた飲みに行きますけどね、はいまあ飲んだら飲んだもんね、運動して運動してっていう、そう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 、とりあえずプラマイゼロに持っていって、うん、そう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 ちょっとそういう方向に持っていきたいなと思ってはいるんですけど、はいはい、そうですね、はい、いや今日ね、はい、ちょっと今までずっとね、まあ結構こう頭でっかちの話も多かったと思うんですけど、はい、今日ものすごい柔らかい話をしたいんですよ、はいはいはい、うん、カレー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 ライスとかカレーうどんとか、あ、カレーうどん、あ、その食べる、もうカレーもうね、あのね、今日ねカレー食ったんですよ今日カレー食ったんですよ、はいはいはい、某所で、はい、カレー中華という名前の、カレー、だしにカレーの、あ、はいはい、そのスパイスが入ってるやつに、はい、中華麺が入ってるってやつね、中華そばのカレーバージョン、中華そばのカレーバージョンなんですけど、別にシナチコも入ってないし、はいはい、チャーシューも浮いてないんですけど、はいはい、代わりにカレーうどんの、そうです、そうです、カレーうどんの、中華麺バージョンのやつやったんですよね、はいはいはい、で面白かったのが薬膳みたいな味するのね、ほう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 、うん、なんかね、ただ単にカツオとか昆布、まあ、カツオ昆布から出しとるのはもうやってはるらしくて、はいはい、でそれ以外にいろんなその、スパイスを入れるんですけど、はいはいはい、でただスパイスを入れるだけじゃなくていろんなその、うん、なんかお好みのやつを使ってはるらしくて、うん、なんかね薬っぽいっていうか、なんか漢方っぽい感じなんですよね、はいはいはい、八角とかあんなんじゃなくて、ね、何入ってるかは聞けへんかったからあれなんですけど、でもね、多分ね八角とか入ってんじゃんかなと、はいはいはい、中国人ってね、実は中国で何だっけ、 SB か、はいはい、SB がカレーを販売するときに八角絶対入れてるんですよ、はいはい、中国で販売するカレーには八角が必ず入って、なんでかというとやっぱり八角の味が中国人には合うんですって。ああ、そうなんで、それが向こうのカレーの味らしいんですよ。ほうほうほう、せやから八角入ってんかったら売れへんらしいです。へえ、日本のカレーはまあ美味しいけど私たちのカレーじゃないよねみたいな感じ、うん、はいはい、そうですね、八角ってちょっとやっぱ好き嫌い、そう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 、分かりますもんね、ちょっとね、独特の風味が、はいはいはい、はい、うん、そうなんですよ、実は。で、カレーってね、もうこれ奥が深くて、はい、めちゃめちゃ奥が深くて、はい、まず一番面白いのは、はい、カレーには宗教が関係するんですよ。カレーの味決めるのは宗教なんですって。例えばカレーってどこで生まれた料理か分かります？カレーはどこでしたっけ？インドではなくて、インドですよ、インドですよ、インドですよ、インド文化圏です。で、インド文化圏なんですけど、インドってヒンドゥー教でしょ、はいはいはい、うん、だから牛食えないんですよ。あ、そうですね、だから僕らビーフカレーって普通に食ってるけど、はいはいはい、あれはインド人食えない。うん、インドの人はビーフカレーは食べられない、はいはい、だからポークかチキンか、はい、まあ、大体チキンなんですけど、四つ足じゃなくてチキンが多いんですけど、あれ豚食えないってどこでしたっけ？豚食えないのは、イスラム、イスラム、あ、イスラムか、はいはい、そうなんです。だから面白いのはね、うん、インドですよね、インドの両脇にパキスタンと、はいはい、バングラディッシュがあるんですよ、はいはい、でパキスタンとバングラディッシュは実はインド人なんです、あの人たち、うん、なんだけど宗教がイスラム教やから、はいはい、だから、インドから独立しちゃったんですよ。ほう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 。だからインド人、まあヒンドゥー教のインド人の人は、はい、牛が食えないんですけど、はい、パキスタン人とバングラディッシュ人は牛が食えるんですよ。牛食べますね。食べるんですよ。食えるんですよ。はいはいはい、ほんならインドのいわゆるそのカレーの料理の仕方で、はいはい、牛料理が存在するんですよ、あそこには。これがねめちゃくちゃうまい、はいはいはい、僕一回パキスタン人友達になったことがあって、はい、その人に食べさせてもらったニハリっていう、うん、もうね牛の足の骨がもうゴロゴロ入ってる感じ、はいはい、でだからその中の髄とかも全部溶け込んでるんですよ、はい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 、でめちゃくちゃ辛いんですけど、はい、もうその何骨の周りについてる肉とかがものすごいトロトロで、はいはい、もう舌の上乗せたらトロってとろけるぐらいえ、それ何辛いんですか？ん、辛いのは何辛い？どっちかというと唐辛子系の。あ、へー、唐辛子系、うん、はいはいはい、
全然何て言うんですか、あの黄色いなんかターメリックのなんかいわゆるカレーみたいな感じじゃなくて、うんはいはいはい、本当にあのカレースープなんですよこれ。あーはーはーはー、カレースープやねんけど、スープ言うてもあのカレー色してなくてほとんど透明に近いんやけど、うん、ちょっと赤いっていう。これがね、なんでそうなるかっていうと、ね、最低4時間ぐらい煮込むらしいんですよ。コト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 、だから、人がいっぱい集まる時とか、うん、お祝いの時に出すやつらしいんですけど、はいはいはい、すっごいこれが美味しくてただあの4時間ぐらい煮るから、はい、あの普通には出されへんって。うーんあの事前に予約してくれたら前の晩からコトコト煮るからみたいな、そんなやつなんですよね。カレーって結構あれですか、週に何回ぐらい食べたりするんですか。俺ですか、あのね、今はそんな何回も食ってないですけど、うん、一時期すごかったのが、はい、あの前の会社をおった時に、前の会社で宮古島の方で勤めた時に、はいはい、毎日カレー食ってましたしかも、ね、面白いのが定食屋さんでね、はい、あのカレー鍋焼きうどんセットってあるんですよ、はいはいはい、であの鍋焼きのうどんがあって、はいはいはい、カレー味なんですよ。うん、でもなぜか椎茸も入ってるし、あのなんか薄切り の, あのちょっと細工したある人参とかも入ってる、なんかねネギが、はい、ネギがパラパラって入ってたりとか、うん、そういうあのカレー鍋焼きうどんがあって、はい、でそれにご飯とあのたくあんがついてる。うん、もうこれ毎日食いましょう。あ、それをそのセットずっと毎日でカレーは昔から好きだった、ね、大好きですね。うん、大好き。まあ、あの時ちょっと病んでたからね、なんで病んでたかは言えへんけど、ちょっと病んでたから多分あの毎日食っててもなんとも思わなかったんですよね、きっとね。でもその時ね、あの全然痩せましたよ。へ、うん、まあ、あの運動する仕事やったんで。そう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 、いやだからね、カレー、でもその時のねカレー鍋焼きうどんを、はい、あの面白い時があって、あのもうほんまに定食屋さんなんですよ、うん、で俺ら休み時間が12時とか1時とか決まってなくて、はいはい、時間を取れる時に行くから、何やったら3時とか4時ぐらいに行く時もあるんですよ、はいはい、だから3時ぐらいに行ったら普通はもう定食屋、はい、ね、あのランチの時間じゃないでしょ、はいはいはい、だからみんななんかこう休憩してはったりなんか仕込みやってはったりするんだけど、はい、すいません行けますって言ったら、あ、いいよって言ってくれはって、で座ったらもう俺カレー鍋焼きうどんしか食べへん人やから、はい、もう分かってるんですよ。だからおっちゃんとかも何も言わんとポンって出てくるみたいなそんな状態になっててんけど、おっちゃんがあのなんか買い物かなんか出てた時に、はい、おじいちゃんがやらはった時があって、おじいちゃんがうーよーって言いながら作ってくれたやつがなぜか知らんけど味噌味がしたんですよカレー味噌味みたいな。あ、一応カレーやった、ね、カレー一応ねカレー入ったんですよ。でおそらく俺 の, あの想像では、あの最初に味噌、いやカレーセットがもうなくなってて、うん、あ、しまった味噌しかないと思って味噌にカレー足したっていうおそらくそうやと思うんですけど、でもそれはそれでおもろい味わいやったから、うん、そのまま食べましたけどね、うん、おっちゃんごっそうさんって言ったら、うん、いや懐かしいな緑っていう定食屋さんなんですけど、行きたい。まだあるんですかね。いや、あるんかな、あると思うんですけどね、うん、あのおっちゃんがまだやってはると思いますけど、うん、おじいちゃんはひょっとしたらちょっと分かんないです。もうだいぶお年やったから。いいですね、うん、まあ、カレーってそのまあ、僕そのチェーン店とかしかあんまり行かないんですけども、まあ、個人店みたいなのも結構あります。ありますあります。どう、まあ、ここでまあおすすめとか言ったらあれなんですけど、あ、その大阪でどれぐらい行きましたどれぐらい行きましたっていうこともだいぶ行きました。いろいろ行きました。行きました行きました。どれぐらいあるんですかね。いや、もうカレー、あの、まずね、まずね、大阪、うん、まあ、市内だけで言ってもえげつない数あります。あ、いや100点は言うに超えます。あ、そんなに。いや、あるあるある、もう全然いうにこです。で、あの今、それこそこの近辺とかもめんもんすぐ、まあまあ、あのスパイスカレーとはまたちょっと違う。うん、あ、まあ、あのスパイスカレーの店もあるし、うん、スパイスカレーじゃない店もいっぱいあるし、はいはい、そのいろんなやつがあります。で、僕実はね、どうやら最近よく分かったんですけど、どうやら俺スパイスカレーあんま好きじゃないらしい。あ、いや、スパイスカレーもね、悪くないんですよ、うん、悪くないねんけど、うん、なんかね、あの、なんやろ、ちょっとスパイス入れてなんかこう野菜とぐちゅぐちゅ混ぜてポン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 と置いてご飯置いてみたいに、なんかおしゃれにしてたらこれがカレーなんですみたいに出されるのがすごく嫌な感じがして、じゃなくてちゃんと煮込んでよとか、なんかあの、だって俺パキスタンのカレーも食うてるし、インドのカレーも食うてるし、なんやったらネパールのカレーも食うてるんで、そういうその南から北まで、あるいは東西まで
食べてるし、あと、はいはい、あと、ね、結構ねスリランカのカレーが美味しいんですよ。スリランカ仏教国なんで、はいはいはい、これまたビーフがあったりとかして、なるほど、ね、あとねダール豆のダールカレーとかも、まあ、美味しいのいっぱいあるんですけど、うん、ちょっと今度また、うん、連れて行ってください。もうぜひぜひ行きましょう、行きましょう。だからあのいろいろあるんですけど、僕、はい、何をおすすめすると言われたら、うん、あの一番スタンダードで言うなら上等カレーがいいですよ。あ、でも上等カレーはねそこ近くにある、うん、上等カレーか徳政うどん。あ、徳政ね、徳政ね、うん、あの上等カレーと徳政って実は一緒なんで。あ、そうなんですか。徳政うどんが上等カレー出してるんですよ。あ、そうなんや。そうそうそう、うーん、そうなんです実は。まあ、あそこのカレーはねちょっと味違いますもんね。うん、あの一応ねあれセントラルキッチンで作ったやつを、うん、あの配分したりとかしてんだけど、はい、あのまあまあその店ごとで味はちょっと変えてたりするんで、うん、この店辛いなとかこの店あんまり辛ないなとかあるんですよ。うん、日によってもちゃうし。わ、うん、かりました。今度ちょっとあの選別して連れて行ってください。まあぜひぜひ、はい、あの言いましょう。はい、お願いします。はい、ということででは、はい、次のコーナー行きたいと思います。はい、はい、じゃああゆさん。カレー食べたい。ほんまにカレーめちゃめちゃカレー食べたくなってきた。カレー鍋焼きうどんがめっちゃ美味しい。あ、カレー鍋焼きうどん、あの宮古島にあるんで、宮古島にある、絶対美味しい。食べたい、今日カレーや。はい、店舗からのお知らせをさせていただきます。はい、はい、明日9月19日土曜日は G ファイトクラブ、いよいよ来ましたね。はい、スペシャルになっております。はい、はいはい、もうこれですね、ゴルフコンペです。はい、ピンゴルで、はいはい、ゴルフコンペをいたします。はい、はい、費用は1500円となっておりまして、はい、お時間は15時からとなっております。はい、1、2、3を決めて、うん、商品も出ますので、うん、ぜひぜひ皆さんお越しください。はい、お待ちしております。はい、でその翌週ですね、はい、9月の26日土曜日がいつか見た映画の回スペシャルとなっておりまして、うん、15時から、こちらも15時からとなっております。費用は1000円となっておりまして、うん、15時からサウンドオブミュージック、ああ、ね、いいですね、いいですね、はい、語り合います。で19時からがザ・ラ・ランドを語り合います。はい、ミュージカル、ミュージカル縛りになっております。はい、はい、こちらも名作です。ですよね、うん、まあ、めちゃめちゃ楽しみです。みんなで語り合いたいと思っておりますので、うん、ぜひぜひお越しください。はい、で YouTube の配信ですね、こちらやってきました。はい、マスクしてます。はい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 、ソーシャルディスタンス。はい、はい、で、踊るお猿に見るカエル、コアラが奏でるマーチングっていう、チャンネルですね。はい、チャンネルですね。はい、チャンネル名となっております。はい、番組名が踊る、みんなで踊ろうマイウェイダンスです。はい、言えてないやんけお前。踊る、踊るじゃないですね。みんなで踊ろうですね。みんなで踊ろうマイウェイダンスっていうタイトル、タイトル、はい、はい、はい、こちらの方は不定期の方で、不定期で、配信しておりまして、今ね、マナーについてとかね、こういうマナーいかんのちゃうかなみたいなのを語り合ってます、こちらが。はい、はい、なので楽しく見ていただけるチャンネルとなっておりますので、ぜひぜひぜひご覧ください。はい、お願いいたします。あー、カレー食べに行こう。じゃあカレー食べに行ってきます。はい、はい、いってらっしゃい。はい、はい、では行きます、高橋さん。はい、じゃんじゃじゃじゃんじゃ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 ん。はい、監督対抗しました。今日はダースベイダーでございます。スパイダーマン対ダースベイダーですね。はい、大阪さんにも、体重重たい高橋でございます。はい、今日はカレーの映画ではありませんが、はい、カレーを食べろうと思いますとベラが必要なので、今日はまあ今急にそれずっと練ってたんやそれ、ね、急遽変更させて、妖怪人間、はいはい、ベラをご紹介します。先週の9月11日金曜日から全国ロードショー公開やっておりますね。はい、まあちょっと簡単に妖怪人間ベムの話をしないといけないんで、ベムは1968年ですね、はい、から、半年間ね、テレビアニメでやりましたけど、今年だから、生誕50周年になるんですね。で、今年、BEM の方のベムのアニメも今後公開されますけども、その前にこれベラの方ですね、女の人が主人公なんですけども、高校生に乗り換えてやってるんですね。でこれはですね、なんかその妖怪人間ベムの幻の最終回というのが
あって、本当の最終回ってあれですよね、あの自分たち人間にならなくて人間のために、戦うようにいくんですね。それはだからあの実写版の方の妖怪人間ベムの方でも描かれてましたね、はい、ドラマの方でも映画の方でも、描かれてたんですけど、今回のキャッチコピーは、人間になんかなりたくない、人間になんかなりたくないっていうのがキャッチですね、はい、で私この話全然知らなくて、もうね、見てびっくりして、その、森崎ウィンさん演じる、まあ、あの新記者というかが、幻の最終回を見たために、はい、なんかハマるんですね、あの本当は最終回来ないやいう感じで、その中でその、ベラ、この女の人は誰ですか、エマさんねが、高校生になっていろいろやるんですけど気になってくるんですね、だんだんそれでハマりすぎてその森崎ウィンさんがちょっとおかしくなってくるっていうのが大筋の話で、最後にはどうなるのかっていうね、あのテーマソング妖怪人間ベムの歌が流れるのかどうかもありまして、このそうです、この人間なんかなりたくないの裏返しのオチです、ね、だから非常に悪い、あの知ってる人は原作とかあるので、はい、知ってる人はちょっとあれなんですけど、私全然知らなかった、はい、あこうなんやってね、あの監督にも言いましたけど、はい、人間なんかなりたくない言うてますよってね、言うたらチラシに載ってたんですね、そうですそうです、それがあのそうです、オチから思ったら、うん、チラシ載ってるやんって、そうです、でも逆にこのオチはそこを引っ掛けた、だから、妖怪人間デムンであって、うん、妖怪人間ベラが主人公なんですけども、最終的に森崎ウィンさんが、うん、主人メインになるっていうね、はいはい、非常に面白い作品でございますから、はいはい、全国公開しております、これね、はい、一応いろんなサイトで見てるとかしてるんですけど、はいはい、ものすごいポップな広告になってるんですよね、はいはい、もうコラージュでめっちゃ作ってるから、はい、そうそう、チラシとかもそうなんですけど、うん、もうコラージュもそうなんですよ、はい、だからなんていうの、ものすごい興味はある、うん、興味はあるけど見るのが怖いかなって思ってる、でもそんなにね、大丈夫、ホラー的ではないし、これ監督がハヤブサ勉監督っていう監督で、うん、我々原作をずっと原作ものが多いんですね、だから監督が悪くないんですよ、話たまに話す原作が悪い映画をした時に残念なんですけど、私ねだいぶ見てるんですよ、うん、未成年だけど子供じゃないとかね、はいはい、サンディ彼女リアルガールとか、はいはいはい、あとかけぐりとかを、あ、かけぐりの監督、監督です、だから映像的には全然問題なくて、前田建設ファンタジー営業部ですね、はいはいはい、で、内容残念でした、グランブルも作ります言ってしまいました、ごめんなさい、内容の悪い、はいはいはい、原作のあいわが怒られます、グランブルも作ったって、まだ上映するとか、はい、あれも映像も木です、はいはい、そんな感じだと思います、はいはい、今後この監督は映像機には手を出すのかな、あれも今後やります、あそうなんです、うん、すげえな、めっちゃ仕事してますね、過去にだから貞子 3D もやったんで、うん、だからそのホラー描写的にも大事、ね、なるほど、で脚本家がラビットホラー 3D とか作った、うん、小坂大輔さんの、ねうんうん、犬鳴村とかの脚本なんで、はいはいはい、一応スタッフキャストはかなりいい感じ、いい感じ、なるほど、ただ単に皆さんが妖怪人間ベラかって思ってしまうと、うん、ダメなんですよね、あなるほどなるほど、でも全然これ、ねうん、見事ありますから、うん見ていただきたいと思います。エムちゃんの、ね、ビジュアルがすごいんですよね。うん、でこれだから大体ね女性美人はね、うん、ファッションモデルばっかり、ねあはいはいはい、使ってるんで、うん、私そのショーケースみたいにもなってますので、だから綺麗なお姉ちゃんが出てる赤い血ね、うん、喜ぶ人は喜ぶっていうねはい、はい、ホラーマニアは喜ぶってね、はい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 、そして、森崎ウィンさんが、はい、本気のしるしのドラマではない演技をするというね、はいはいはい、見てください、はい、以上です、はい、以上ですかあそれはもういいですよ、いいただ妖怪人間ベムはねテレビのドラマ版のねあれでね、そうもう今考えたらあんちゃんが出ててね、はい、亀梨が出てて、ね、亀梨君が出てて、ね、いろいろ話題の人ばっかり、ね、妖怪ね、はい、生活が妖怪の人ばっかり妖怪の字が違うね、これでもねそうかこれは11億の成績なんで、あ亀ちゃんとさん今やってる間取り怖い間取りが11億超えたんで、ねえはいね、それも怖いですね。そうなんです。あれもう見に来たって俺もまだ見に来てるんですよ。プライベートが妖怪やるね。映画もやるね。すごくなった。怖い。怖い。怖い。はい。でもこれはこっちはもう DVD で、はい、ぜひとも見ていただきたいと思います。はい。はい、以上です、はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。
いや面白いですね、はい、面白そうです、はい、ねえ、そうなんですよね、うん、いや妖怪人間レムってやっぱ小さい時すっげえ真似しましたから、見てましたもんね、あのね、あのでもね、みんながね絶対にね、あのどうしてもできないことがあるんですよ。ベムの変身でね、うん、ステッキ持つでしょ、はいはい、でこの3本の指でこうやって持ってるんですよ、はいはい、でガンガンってこうやったらこっちになってるんですよ、なるほど、ね、マジック、ね、こうなってる、うん、ガンガンってこうやってるのこうなってる、そうです、一瞬でキュッと変えちゃう、うん、あれがね、さっき何年って言うの、1968年って言うんですね、だから僕ら見てたのは再放送ですね、再放送です、ほとんど、や、やむに隠れて生きるんですね、そうです、そうです、うん、俺たち妖怪人間なぞ、タッ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 あれでもね、あのジャズなんですよね、だから、うん、で結構ね、ジャズ、あのそうそうそう、あの西成ジャズ行った時にすごい分かったのが、はい、あの怖いシーンとかだったらね、あのスッタッタッタッとかで音するじゃないですか、はい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 、あれが実はあの なんていうの、スティックが先がなんかもう、はいはい、パラパラになってるやつ、あれでやってんねやっていうのを俺、はいはい、コンサート見に行って初めて気づいて、あ、そうなんやと思って、はいはいはい、思わずドラムの人と仲良くなったんですけど妖怪人間ベムでもありましたねこれとかいや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 、あ、はいはいはい、バージョンはね、バージョンはね、はい、それもいいですね、なるほど、いや楽しみですね、はいはい、まああのベム、ベラもそうなんですけど、はい、カレーもぜひね、カレーもぜひ、ね、今もうカレーですよね、みんなカレーですよね、はい、まあ、そうですね、あの味噌味のカレーもなかなか美味しいんですけど、うまいでしょうね、いやうまいです、うまいです、うまかった、うまかった、あの案外味噌とカレーって合うんやと思って、だから味噌ラーメンにあのカレー粉入れてもいいんですよ、あ、うんうん、そういう手もある、そういう手もある、僕前作ってたやつ、大根に、あー、そう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 、カレーに大根めっちゃ合うんですよ、めっちゃうまい、めっちゃうまい、めっちゃうまい、あのカレー煮込みすぎると、ね、崩れちゃうんだよ、そう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 、あのだから、煮込むというか最初にあの炒めるところからもう、ね、大根入れとくの、うん、そうすると結構ね、とろってこう、うん、柔らかくなって美味しい、そうですね、うん、まあまあそういうのもね、まあ、またあのカレー特集やりたいと思いますんで、そうですね、はい、ちょっとほら食べながらね食べながらやるのもいいですね、こっちのカレーやっぱパキスタンのカレーうまいなとかねいやスリランカの方がうまいよとかやってみたいなっていう気がして、カレーラーメン食べながら走んのかい、企画でね、企画でね、はいはいはい、まあ、あのこの辺もいっぱいカレー屋さんあるんで、はい、そういうのも、まあ、できんことはないかなと思います、そうですね、はい、皆さんじゃあ、この後は、カレー食べてください、はい、はい、どうも今日はありがとうございました、ありがとうございました。